激闘の末、ビグザムは撃破され、ソロモンは落ちた。スレッガーの命を引き換えにして、総帥ギレンはソロモンを足がかりに、ジオン本国へ迫る連邦軍を撃つべく、戦略兵器ソーラレー使用の認可をデギン公王に迫っていた。貴公を知っておるか、アドルフ・ヒットラーを。貴公はそのヒットラーの尻尾だな。ま、勝ってみせますよ。ヒットラーの尻尾の戦いぶりをご覧ください。一方、キシリアはシャアの正体がジオン大君の息子キャスバル・レム大君であることを見抜き、ザビ家打倒を諦めたというシャアの本心を問いただす。父の言うようなニュータイプの時代の変革があるのならば見てみたい。それが自分の野心です。ギレン総帥を私は好かぬ。それだけは覚えていておくれ。その頃、ソロモンではジオン本国への侵攻作戦である星一号作戦が発動。時を同じくしてデギン公王は和平交渉のためジオン本国を出発した。ギレンの独走を止めたい一心からであった。しかし、老いたな、父上。時すでに遅いのだがな。モビルスーツ船準備、対空砲が用意。アムロ、マグネットコーティングでガンダムの機動性は上がっているはずだが、敵も新型を投入してきている。油断するな。今日から私はララーの命令で動く。大佐。そりゃそうだろう。ララーの方が優れているのだ。いえ、大佐だって。私が教えた以上にやってみせてくれた。自信を持つんだ。はい、大佐。ん？今日からノーマルスーツをつけて出撃なさってください。うん、ララーがそう言うのならな。ありがとうございます。光る宇宙。呼んでいる。呼んでいる。あれか、違うか。そうか、とんがり帽子だな。とんがり帽子のフロックか。見える。見える。ダメだ、コントロール系を。見える。見えるぞ。悪い人だ、シャアをいじめる悪い人だ。罠ならなぜ戦う。シャアを傷つけるけど。何、シャアを傷つけるいけない人。あなたには力がありすぎるのよ。あなたを倒さねばシャアが死ぬ。シャア、それが。あなたの来るのが遅すぎたのよ。遅すぎた。なぜあなたは今になって現れたの。あなたはこんなに戦えるじゃない。なぜなの。あなたには守るべき人も守るべきものもないというのに。なんだと。私には見える。あなたにはふるさともなければ家族もない。人を愛してもいない。だから、だからって何だって言うんだよ。守るべきものがなくて戦ってはいけないのか。それは不自然なのよ。ではララーは何だ。私を救ってくれた人のために私は戦っているわ。ではこの僕たちの出会いは何なんだ。なぜなの。なぜ遅れて私はあなたに出会ったのかしら。運命だとしたらひどいもんだよな。残酷だよな。あなたと出会ったからってどうなるの。どうにもならないわ、どうにも。しかしこれは事実だ。認めなくちゃいけないんだ。認めてどうなる。出会ったからってどうにもならない出会いなのよ。出会えば分かり合えるのに、
なぜこういう風にしか会えないのかしら。あなた、私にとって遅すぎる。僕にとってあなたは突然すぎたんだ。人同士ってこんなもんなんだよな。こんな。奴とのざれ事をやめろ。大佐。シャア。ガンダム。何？昨日までのガンダムとまるで違うぞ。ガンダムと赤いモビルスーツ。兄さん、下がってください。失礼。逃がすか。チッ。逃がすか。そっ、しまった。兄さん。大佐、いけません。何？アルテシアか。大佐、どいてください。危険です。大佐、どいてください。邪魔です。しまった。アムロ、時が見える。取り返しのつかないことをしてしまった。僕はララを殺してしまった。